お話が長くくどくどと瞑想しながら話してしまう人はテーマが決まっていないということがあります。開運コミュニケーション講師吉原亜美です。いつも見ていただいてありがとうございます。今日は会話がだらだらと長引いてしまって何を喋っているのかわからなくなってしまう人にテーマを決めると話がまとまりやすくなるよっていうお話をしていこうと思います。でよく見かけるのがなんせ話が長い、もう本当説教のように長い、そして瞑想しててあれこれ何のこと言うてはんねやろうとか、あと説明がやたら入る。 A さんはこんな人でこういうお店はここにあって、あこのお店は何時から開いててとか、いらない情報がたくさん入ってくる。また追加でいくといらない言葉が多い人もいます。あのそのそれでとかいう雑語が多い人も話が分かりにくいと言われているんですが、まあ、そういった方も含めてぜひやっていただきたいのが一つなんです。テーマを決めるっていうとこなんです。でこのテーマは大枠、中枠、小枠っていうテーマをあらかじめ決めておくっていうところになってくるので、大枠でいくと例えば私はコミュニケーションの話っていうのが大枠で、中枠は話し方が苦手な人、話すのが苦手な人へのコミュニケーション、そして小枠が長引く人のコミュニケーションみたいな感じで大中小って決めとくといいんです。この間うちのクライアントさんで一つ相談事が来たんですが、新年会をね一応企画してたんです。でまあコロナ禍ではあるんだけど一応企画したんです。で、上司の方に今回はどこでするのって聞かれて、でその方がいやだいたい人数がね10名ぐらいいてるからやっぱりそのコロナのこともあるし5名以上の予約はね取りにくいから、いやほんであの和食好きな人もいるし洋食好きな人もいるしってうだうだ喋ったんです。そしたら上司がで結局どこになったんって聞けはったんですね。これなんです、話が長いんです。でその方に次また同じ機会があればねやってみてねってお伝えしたのはテーマを決めておくこと、その忘年会なり新年会なり女子会なりのテーマを決めておくんです。そしたら例えばその新年会で行くとね、どんな新年会にしたかったのって聞いたら、まあ、コロナでねリモートワークになってなかなかみんなで会えないから、リアルに会った時にまた話が長い、リアルに会った時にみんながこう気兼ねなく喋れて交流がもっと深まって距離が空いたような気がするから縮まってくれるような、そんな新年会にしたかったんです、あと美味しいものも食べたいしね、いやだから話が長いねんてっていうところでね、もうちょっとまとめてってお伝えしたら、リモートワークで距離感が空いてしまったように感じるからみんなとの交流を深めたいってまとまったんです。でさらに短くすると社員同士の交流を深めるための新年会に落ち着いたんです。じゃあその交流を深めるための新年会っていうところに落ち着いたんだったら、そのためにこういう店を選んだだけで終わるんですね。交流深めんのになんかバイキングみたいになってたらちょっと微妙でしょ、立ち上がったりするし。交流を深めるために一人鍋があるんだけど、みんなでさ同じものを食べて同じテーブルでずっといてたら喋りやすいじゃないですか。だから交流を深めるために和食のお店にしましたとか、まあ、名前も言ってもいいと思うよ、店名とか。でもそうやってテーマをとにかく1行で決めていただく、長くて2行かなっていうところなんです。話が迷走してしまうっていう方もそうでね、なんとなくもやっと言いたいことは決まってるんだけど明確じゃないんです。テーマが決まってないがために、ああ
れも言うとかな、これも言うとかなってこう話がどんどん迷走していってしまう。そして本人も何喋ってるかわからんくなっていくっていう、そんな感じなんですね。人に物事を伝えるときにはテーマを決めて簡潔にっていうのがポイントになります。ぜひ迷走しちゃう、話が長引くっていう人がいたら、私は一体何を喋りたいんだと、今日はこれを伝えようっていうことを一つ決めていただいて、その一つのテーマをまずは伝える、結論から言っとくっていう感じです。まずは伝えて、だからそのためにはこういうことが必要でねっていうのを補足する。で、そのこのために必要でねっていうところはぜひ中枠小枠を使って説明していくっていう感じなんです。繰り返すと、話は一つのテーマを一行で決めて簡潔に話す、そして先に言う、ついでそのためにこうこうこういう内容が必要なんですっていう補足をしていくところはテーマの中枠、さらにもっと突っ込まれたらテーマの小枠を話していくって、そんなまとめ方をされると、あなたのお話は簡潔で長引かずに分かりやすい話に変わっていくんじゃないかなと思っています。さあ、今日は話が長引いて迷走しちゃう方にやっていただきたいポイント一つ、テーマを決めるっていうことをお伝えしてまいりました。あなたのお役に立つ内容でしたでしょうか。吉原亜美のミューズチャンネルには再生リストの方にカテゴリーを分けて投稿していっております。チャンネル登録の方からカテゴリー見ていただいて、再生リスト見ていただいて、あなたの毎日に役立つ内容があればぜひ取り入れてみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。